皆さんこんにちは。ひょっこりはんの登場です。今日もギロックより秋のスケッチを弾いてみます。何でも弾けるとピアノはとっても楽しいですが、良い子の皆さんは無理をしないで少しずつ練習を楽しんでください。秋のスケッチ、絵を描くように曲想をイメージして弾いてみる曲です。初見で弾けるって楽しいな。秋のスケッチ。ギロックより秋のスケッチでした。初見で弾ける、これはとっても大きな武器になります。良い子の皆さんも明日も楽しいお話を聞かせてくださいね。ひょっこり音楽講座、ギロックより秋のスケッチでした。バイバイ。みんなの笑顔が 100%。 いつも笑い声がたくさん。ただいま、幼児のリトミックコース、趣味で楽しむ大人のためのピアノコース、3歳から大人の方まで親切丁寧にご指導いたします。あんな曲が弾いてみたい、こんな曲が弾いてみたい、アニメ、童謡、手遊び歌、
わらべ歌、何でもござれ、ピアノ教室へいつでもようこそ、お越しください。バイバーイ。